立日再線は、かつて、出雲市の出雲市駅と島根県氷川郡佐田町にあった、出雲須佐駅との間を神戸川沿いに結んでいた、市畑電気鉄道の鉄道路線である。当初は、引用連絡鉄道を目指して、大小そ宮島鉄道という壮大な社名をつけ、出雲三島 91.7km に鉄道を、付設する計画であった。三次を終点としたのは計画当時すでに、 ゲイ鉄道が広島から3時まで開通していたためで、それと結ぼうということである。出雲の富豪、高橋隆一が壮大となり1919 19年1月に出願したものだが長く認可されなかった。これは地方鉄道にしては長大であることが要因であったが、当時の新聞によると県政派の鉄道であるため放置されたとしていた。そこで地元の人たちは若月玲次郎に運動した。 若月は、戦国三つぐ鉄道大臣に依頼するとともに接衝に、慣れた、根塚一郎を、創立委員に、末ようやく1924年になり、免許状が過付されることになった。翌年資本金800万円で、大古そ宮島鉄道株式会社を設立資本社は、東京有楽町に置いた。有望な投資先として、東洋経済に取り上げられ、大株主は、高橋隆一。 野口従がう、中村みねお、根ずかいらであった。ところが、昭和強行の影響と鉄道省による木月線の建設により引用連絡鉄道が完成されたことが原因で、出雲もいまいちいずもすさか1 8 7トルを開業させたにとどまり、出雲も佐さ南は測量を行っただけで着工に至らず、いずもすさ三んじキ7 3 0トルの 免許は執行のやむなきに至った。このため、社名を出雲鉄道に解消した。なお根津は免許執行直前の1937年に社長を退任している。戦後は出雲平野に鉄道路線を展開している市畑電気鉄道に吸収されるが、社名は市畑電気鉄道ながら電化されることはなく。 一場電気鉄道唯一の非電化路線として営業を続けていた。しかし、過疎化やモータリゼーションの進展で、経営状況は芳しくなく、1964年に島根県東部を襲った、梅雨末期の集中豪雨で路盤が流出したことを、景気に営業は中止され、そのまま廃線へと追い込まれていった。 過疎化やモータリゼーションの進展が原因で復旧する、必要がないと判断されるほど、経営状態は悪化していたことが伺える。路線名称は、沿線の継承地である立区江京に由来する。1956年9月1日当時出雲市、越町、馬木不動前から、浅山桜、所玄との森立区江京、おつりつ公明隊出雲スサオモナイ校及び、 現状引用連絡鉄道としての夢は諸事情により成就できなかったが、1954年1月20日建設省第16号で大古宮島鉄道の予定経路に沿って、出雲市と三次市を結ぶ主要地方道が認定された。島根県道、広島県道11号出雲三次線がそれであるが、島根県伊志郡伊南町の外ヤ南は、 国道54号と徴用しており、実質上広島県と出雲市を結ぶ路線とは、言い難いものであった。しかし、1993年4月1日に、島根県道、広島県道11号出雲三時線前線が、それまで、松江市と尾道市を結んでいた、国道184号に組み入れられ4月3日、政令台104号による、ようやく、 出雲市は、引用連絡交通路を有するに至った。この道路は、改正鉄道敷設法別表第91号、広島県福山より、府中、三次、島根県来島を経て、出雲今市に、イタリル鉄道及び、来島付近より、分岐指摘すきに、イタリル鉄道のルート上にあり、鉄道線の先行として、国鉄バス雲毛本線が1934年から、 出雲も今市駅ビンゴ10日、市駅を結んでいた。この国鉄バス路線は1989年以降、高速道路経由となり、中国 JR バス発足後の1989年から、市場タバスと共同運行の2言語となっている。市場タ電気鉄道は1950年に松江と、広島を結ぶ直通急行バスの運行を開始した。1972年には、 その派生系統で、大社長、出雲市と広島を、新時経由で結ぶ派生系統が創設され、出雲と広島を結ぶという当初の計画をバスによって、果たすこととなった。さらに1986年にはルートを変更し、3時、駅経由となり1989年には中国、JR バスと共同運行化し、見事号となる。2013年の松江自動車道三次 東ジャンクション、吉田家,家やインターチェンジ間開通からは三次市の、境内が三次駅から三次インターチェンジに変更となり、現在に至る人、人事更新録、八版人事更新録、八版地方鉄道軌動営業年間官報の原文まま、1917年に原村から10日市町に解消。現在の三次市、鉄道免許状家府、 漢方1924年5月24日、鉄道統計資料。昭和元年、ハット AB、地方鉄道及び軌道一覧昭和10年4月1日現在、日本全国諸外者役員6。第35回、地方鉄道運輸開始、漢方1932年12月17日、称号変更広告、漢方1938年6月4日。 客車略付け式戦後原則進行、立地再線を訪ねて、ありがとうございます。